リヌス・ミケルスは、オランダ・アムステルダム出身のサッカー選手、監督。本来の発音はミヘルスが近い。サッカー界を代表する機体の名称。トータルフットボールと称される、組織戦術で、近代サッカーに一石を投じた人物。率いたチームにおけるその厳格な指導方法から、将軍と呼ばれた。彼が指導した代表的な選手として、 ヨハン・クライフ、ヨハン・ニース・ケンス・ラガイル。オランダのプロフットボールクラブでの年間、最優秀監督に贈られる賞には、彼の名前が付けられ、リヌス・ミヘルス・アワードと呼ばれている。2019年、バロンドールを主催する、フランスフットボール氏から、サッカー史上最高の監督に選ばれた。選手時代選手時代は、フォワードとして、地元のクラブ、アヤックス・アムステルダムでプレー 実動14年、257試合に出場し、得意のヘディングを武器に120ゴールを挙げた。現役引退後、地元のアマチュアクラブで指導者としてのキャリアをスタート、させたミケルスは、1965年に、プロ指導者ライセンスを取得し、フルスアヤックスの監督に就任。当時、広角の危機に瀕していたクラブを救い、翌年には、国内リーグ優勝にまで導いた。 相手選手にプレーへの隙を与えないプレッシングパスコースの選択肢を広げる巧みなポジションチェンジそしてゲームを支配するリズムの構築後にとある新聞記者が名付けたトータルフットボールの国艦はこの頃に出来上がったアヤックスはその後も破竹の快進撃を続け1971年にはついにヨーロッパナンバーワンクラブの称号を チャンピオンズカップを手にする。欧州制覇の肩書きを引っ下げ、1971年にスペインの名門クラブ FC バルセロナ監督に就任。ここでも独自の理論と強烈な存在感でチームを牽引。1973から74シーズンにはクラブを14、シーズンぶりの国内リーグ優勝に導いた。その直後、ミケルスは、 バルセロナ監督と兼任する形で、オランダ代表チームの監督に就任。ワールドカップ西ドイツ大会開催直前での人事であったが、選抜されたメンバーは、クライフやニースケンス等、ほとんどミケルスが直接指導した選手たちで構成され、すでに完成されたチームとなっていた。目まぐるしいポジションチェンジと性格無比のパスワークで他を圧倒。 準決勝まで14得点1失点という完璧な内容で勝ち進んだ。しかし決勝戦対西ドイツ戦ではチームの心臓であるクライフが西ドイツの DF ベルテイフォクツの必要なマークに合いオランダのリズムが作れないまま最終スコア1から2で敗退した。結果は準優勝に終わったもののこのオレンジマシーンたちのフットボールは既存の戦術と一戦を 隠し世界中のサッカーシーンにセンセーションを巻き起こした。1988年には、欧州選手権に、オランダ代表を率いて出場。マルコ・ファンバステン、ルート・フリット、フランク・ライ・カールと、ロナルド・クーマンといった早々たるタレントに恵まれ、見事、栄冠を勝ち取った。1992年の欧州選手権でも再び、オランダ代表を率いたが、 準決勝でデンマークに PK 戦で敗れベスト4に止まった。この敗戦を最後にミケルスは監督業から優退。その後の1990年代はミケルスのアイデジ・クライフが監督としてヨーロッパのサッカー界を席巻することになる。監督としてのキャリアの間、トータルフットボールの伝道師として世界を渡り歩いたミケルスだが、 下記の通り獲得したタイトルは驚くほど多いわけではない。あまりにも要求度の高い戦術とミケルスの妥協を許さない厳しい性格が災いしてか彼の理想を具現化できる選手は非常に限られた。また彼の提唱した理論は確実に現代サッカーに大きな影響を与えているが一方で全員攻撃、全員守備、左右両ウィングのスピードを生かした。 サイドアタックなど、一側面だけをステレオタイプに捉えた戦術が、現在のサッカー界で少なからず見受けられる。ミケルスの戦術は、選手個々のハイレベルな能力は、もとより、監督の言うことは絶対と選手に思わせる、ミケルス監督自身の絶大な影響力によるところが、大きく、この戦術を正確に再現できる指導者は二度と現れないかもしれない。 1999年、国際サッカー連盟は、ミケルスを、20世紀最優秀監督に選出。また2002年には、欧州サッカー連盟からその功績を称えられ、功労者賞が贈与された。2005年3月3日、午前、入院中のベルギーアールスト市内の病院で死去。77歳だった。ありがとうございます。